基本的に僕はあの芸能界っていうのはヤクザの世界だと思ってるんですねまともな精神ではやってられない世界役者さんは役者さんで嫌な奴が多い芸能人は芸能人で腐ったやつが多いんですそれはテレビに出てる秒数でその人間の腐り方が決まるとまだかなり若い30代前半ぐらいの松本だと思うんですけども本当の金が欲しいって言うんですよ <laughs> 男性30代ですね北,北口さん横田先生いつも youtube で楽しく拝見しています質問です配信者は例え登録者数がそれなりにいたとしてもすぐに消えてしまうのはなぜでしょうかあ 登録者数、ね、100万人、200万人超えのユーチューバーの人でも辞めちゃう人いますよね。おそらく、配信やそれにまつわる収益で生活していると思われる知名度の高い人でも、かなりの数がその配信活動を辞めてるのを目にします。最近ね、ね目にするようになりました。多分ね、ねこれまでもいっぱいいたんですけども、もユーチューバーの配信者って、別にこれまでニュースにならなかったけど、まあ最近ニュースになるようになったからでしょうね。しかし、芸能人はそうではありません。 芸能人は叩かれて叩かれて炎上して炎上してメンタルをやんだからといってすぐにやめたりしません悪いことをしても芸能人として居座ってる人がたくさんいますもこの差は一体何でしょうか最近は配信者の活動の幅が広がりプロとアマチュアの戦費がかなり曖昧になってきたと思いますですが配信にかかる人の精神、えー、特性にプロとしての気概がないからやめてしまうもしくはケアする体制がふんふんんぬんくんの岡田先生の意見を聞かせてくださいまずね 基本的に僕はあの芸能界っていうのはヤクザの世界だと思ってるんですね。ヤクザの世界っていうのはどういうことかっていうとまともなな精神ではやってられない世ただですねヤクザは3日やったらやめられないという格言があるんですけども芸能界もそうなんですね3日やったらやめられないんです芸能人になっちゃったらやめられないんで。 だからあの芸能人の人たちっていうのは芸能界の人たちっていうのは一般人という言い方するんですね一般の方とか一般人という言い方するんでですねその特権的な場所に自分が入れると思ってるんですよ。YouTuber って面白いことにそれがあんまりないんですよね特権意識があんまりないんですよ。特権意識じゃなくてマウントのみがあるんですよ。マウントのみがあるので成果主義なんですよね。実力主義ってないんですよ。 俺はこんなに面白いではなくて俺はこんなに配信あの登録者が多いとかですね登録者数何万人だとか俺はこんなに稼いでるとかですね俺はこんなもん家に住んでるとか俺はこんなものを身につけてるってですね成果主義なんですよ、ユーチューバーは。人いないいんですねっていうのはクリエイティブな世界においては売れる売れないっていうのは運の問題であってあと芸能人の人って仕事をもらう立場だから。 基本的には、もらう立場の人の考え方するんですよ。<laughs> なので、成果主義にならないんですね。だから、芸能人の人っていうのは、いくら叩かれても、芸能人が一番美味しくて、楽な生き方。と。知ってるから、やめないんですね。叩かれても、叩かれても。それに対してですね。配信ユーチューバーの人は、なんでやめるのかっていうと、成果主義。だから。逆に言えば、その成果がつまらなくなったら。つまり、月に何百万円もらおうが。 疲れちゃったらやめるんですよ貯金があるからその他で食っていけるからという理由がいろいろあるんでしょうけども別にユーチューバーであること自身が美味しくないんですね芸能人と違って楽な部分楽しい部分っていうのはそんなに楽に金を稼げる部分にしかないんですよ芸能界みたいに芸能界として芸能人としているだけでこんなに世間からチヤホヤされて特別扱いされて おまけにその芸能村の中で俺たちは芸能人だあいつら一般人だっていうようなあの感覚が存在しないのでみんな気軽にやめていくわけですね。ということで,ですね。 岡田先生に質問なのですが売れている芸能人の方がなぜ自殺してしまうのでしょうか美貌と才能と仕事と家庭や恋人に恵まれ多くの人に評価されている人でも死ぬことを選んでしまうなら自分がこれから社会人になってから辛いことがあった時に乗り越えられる気がしません。 就職活動ですでに心が折れかかっている私に、これから生きていくための心の支えになる指導をいただけると嬉しいです。そうですね。売れてる芸能人はすべてを持っている。まあまあ、そうですね。そういうふうにも、ののさんから見たら、そういうふうに見えるんでしょうね。うん、うん。ただね、あの人らはあの人らで。本当がないんですよね。本当がないっていうの変ですけどね。みんなね、自分が売れたのはどっか。 偶然だと思ってるんですね。つまり売れてる芸能人とかタレントさん俳優さんの人って自分と同じぐらいの才能があって美貌がある人たちと最初横並びなわけです、ね。でその横並びで仕事していて自分が売れていく時になんで周りとの差ができたのかというのをよくわかんないしどっか偶然な気がするしだからあの占い師とかに頼ったりすするわけでで、よねで。以後はひょっとしたら今がなんか自分の人生の絶頂期であと落ちるだけじゃないかというふうに 心の中でで思っている人が多いんですよ。だから怪しげな出資とかですね怪しげな共同経営者みたいに騙される人も多いんですけども僕あのよくねこのゼミの中でもダウンタウンの松本人志の話するんですけども本当すごい好きなんですよ。20年以上前かな30年ぐらい前かなあのダウンタウンのガキの使い荒あらへんでかなオープニングトークで。 最近全然やらないんですけども番組のオープニングで毎回浜田正俊と2人でフリートートクダンプン化してたんですよね。その中でまだかなり若い30代前半ぐらいの松本だと思うんですけどもレンタルビデオででバイトししたいいっていうふうに言い出して言んですよね。自分が映画好きでレンタルビデオ屋によく行くんだけどもあそこでバイトしたいっていうふうに言い出してで浜田が「なんでそんなことしたいねん」って言ったら「いやなんかちゃんと金稼ぎたいから」 でもうダウンタウンその頃かなり売れてたんでお金ギャラをもらってるわけですよね浜田がおお「俺らちゃんとギャラもうてるやろ」っていうふうに言うと松本が「いや本当の金が欲しい」って言うんですよ。<laughs> 浜田が、「んの,も本間の金やろっていうふうに突っ込んで会場大爆笑なんですけどもフリートークだから場を盛り上げてるものもあるんですけどもなんかねその 本音が一瞬見えるんですね。ちゃんとした金とか本当の金が欲しいっていうのはですねいくら人気があって芸能人として稼いでてもそれで稼いだお金ってなんか嘘の金がしてそうじゃなくてウーバーイーツで働いている人とかコンビニで働いている人とかレンタルビデオ屋さんで働いている人たちっていうのは本当の金を得てるような気がすると。多分それは その実際には普通の仕事をしている人には分かんない感覚ですよね。それを言い出したら誰一人本当の金ってなんか農業とか漁業とかああいうのをやってる人でない限り本当の金感覚ってないわけです。例えば会社に勤めている人ですら自分の給料がなんでこの金額なのかとか自分はなんか正規の社員だからこんだけで派遣はこんだけでじゃあこの差は何なんだろうとかみんなその自分のお金に関して。 多すぎたたり、り少なすぎたりというか多すぎぎいう多ると思っている人はほとんどいないと思うんですけどなんでなんだっていうのはよく分かんないところにあるのが、まあ、現代社会だと思うんですけどもだからそれがなんかもう正常なんですよ誰もが自分に自信がないっていうのは金とか成功とかモテるというのは根拠がないので自信がなくて当たり前なんでですねなんで芸能人がするのか自殺するのか分かんないっていうのは これままでなんかうまくいってたものが、例えばコロナで舞台がどん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 取りやめになったら舞台中止になってる人はいきなり自分はどんな仕事をしてたんだろうとかあと舞台っていうのは本当は必要とされてないんじゃないかみたいな疑心暗鬼になってやっぱコロッと自殺しちゃうわけですよね。今コメントで前澤さんどうなるんですかっていうふうに聞いたんですけど前澤さんとかですね堀エモ門とかああいう人らはシンプルなんですよ。その浜田型なんですよ。 金は金やないか、なんですよ。松本ひとしは、そういう意味ではアーティスト側で、本間の金やないって考えるんですよ。金は金やないかって考える人の方が、実用性が高いんですよね。社会的に失敗しにくいんですよ。アーティストタイプは当てりゃいいんですけども、も当ててもずっと不安なままなんです。心が不安なままなんですけども。 別にあの芸能人もですね大半の人はですねこれが本当の仕事だとか自分には自信があるとか思ってないんですよねだからといって数字さえ金さえ持ってればいいのかって考えると YouTuber みたいになっちゃうから YouTuber ってなんか登録者数でマウントするそうなんですけどもですねそんな風になるので,ですねそこら辺だけ気をつければいいんじゃないと思います。芸能人も自殺すす。するのは当たたりり前でで僕らより多分不安定だと思っておい,ていいいい方がんじゃないですかね。 役者さんとタレントさん、芸能人というのは、僕は別の人種だと見てて、役者さんは役者さんで、嫌な奴が多いですね。で、芸能人は芸能人で、腐った奴が多いんです。だから、腐った女に会いたければ、芸能界に行った方がいいし。 くくさくて、嫌な女にに会いいいいいたけければ、ば役者業界に行けばいいとといとうことだと思いますね。じゃあまともな女はって言ったらそれはもうそういう世界に行く前に捕まえて一生懸命行かないように説得するっていうのが正しいと思うんですけど <laughs> いて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 ベッキーも腐った女なのうーん具体名で出されるとね別に不倫してなくても不倫してても。 あのベッキーを含めてベッキーのことをごちゃごちゃ言ってるやつも全員腐ってると思うんですけどもね <laughs> あのそれはテレビに出てる秒数でその人間の腐り方が決まると相変わらず僕はあのずっと思ってるからそれは言いますけどもなあ「ゲスっていう表現とも違うななんでしょうねこのちゃんともうちょっと説明する。えっそうだったのかベッキー好きだったんだ」あ「あっえっベッキー好きだったとベッキー腐ってる」は両立しませんか あのそれは綾瀬はるか今コメントで「綾瀬はるか」って流れたから綾瀬はるかであろうと石原さとみであろうとベッキーであろうと腐って言おうと見た目がいいから僕ら僕好きなんですよね。本人の性格なんかどうでもよくてそしてその性格が悪いのを隠している演技性も含めて。 女って本質的にそうかもしれないとか人間って本質的にそうなのかもしれないっていう僕らの心が動くから誰かのファンになるわけですよね。で、僕ら自身も自分の内面が腐ってるかどうかもわかんないじゃないですかどんな人間も内面に腐ってる部分があってその内面の腐ってる部分を例えばそのネットでんだろうなあの匿名の書き込みをするように晴らす人もいればそれを抑える人もいれば晴らし方は様々なんだけど自分の腐った部分っていうのの飼いならし方をしていると。 でも芸能界みたいな世界に行くとその自分の腐った部分っていうのは逆に言えばある時使った方がいい場合もある使った方がいいというのはなんかそんな変な意味じゃなくてベッキーが叩かれ出した時はベッキーの用語をしてベッキーが明らかに不利だと分かったら一緒になって叩くような人ですよね。そういうのは僕は だからあのそういうそんなことをする人は性根が腐ってると言うんじゃないんですよ。がが腐ってることがバレただけなんですよ。で僕らはそういう性根が腐ってることをばれないようにとかですねもしくは自分自身でも腐ってると思いたくないからこそちゃんと自分を律して行動してるんですけども芸能人っていうのは。 腐ってなないいと生き残れない部分があるわけですね。例えばそのベッキーいい子だから擁護しようと思っていつまでも擁護してると本当に何か自分まで不利になっちゃうので風向きが変わったと思ったら自分の信念とかをコロッと変えて叩いた方がいいと思うから大部分の芸能人さんはそういうふうにしてらっしゃるわけでですね、まあ、そこら辺あるんでですねよく最近本当にネットニュースとかで流れるゲスとかですねあの腐ったっていうのはですねもう みんな、何をかまととぶってるのとか思うんですけどもね。<laughs> 腐ってないのはいない。程度問題。岡田さんとベッキー比べたらどうですかベッキーの方が、仕事には真剣だと思いますよ。僕の方はどうなんだろう僕は腐ってるんじゃなくて、僕は異常なんですよ。<laughs> ここはちょっと踏み違えないでほしい。多分ベッキーは常識があって、でも常識外の恋愛をして、 でそのことと、とを隠してるとパブリックイメージとのがあると。このパブリックイメージとの齟齬というか違った部分をみんなにゲスというふうに言われるだけで,です、ね、僕の場合はですねその感覚とかそこら辺がちょっと普通の人とずれているところがあるので出なかったらですねちゃんと大学行ってますって僕あのー、なんだろうな大学も行かずにですね あとまともな就職もせずにですね何だろういきなりアニメスタジオを作ったりですねアニメスタジオを辞めたりとかしませんって普通の人間はそういうふうな意味では感覚がずれてるだけだけと言えます。まあここら辺ですね僕の考え方になるんですけども人気者とです、ね、表現者っていうのは違ううんですね。人気者っていうのは社会の規範として振る舞うべきだなんだけども表現者というのはですね社会の規範ですね。 モラルと言ってもいいし、ルールっていうのをですね、拡大とか批判するように振る舞うっていうのは、僕は当たり前だと思います。だから、昔、筒井康隆さんがですね、表現の自由論争の時にですね、小説家っていうのは、人殺しを肯定する職業であって、どのような肯定の仕方かによって、表現者としてあれこれ言われるとで。 なので、でタレントとは違ううんだっていうふうな言い言方をです、ね、まあ筒井浅香さんがですね一番気合いが入った時代だからそこまで言うんですけどもですねつまり社会規範に従う人っていうのはですねタレントさんなんですねタレントさんっていう言い方もなんですけど人気者の仕事なんですよ。社会に人気者として認知されてテレビにしょっちゅう出ててでみんなの好感度によって支えられているような人たちっていうのは社会の規範に対してですねより守り それをよより化するるうな役割があるこれがモラルエコノミーの考え方です。逆に言えばそれだけだったらですね、ガチガチすね例えば1920年代とか30年代のアメリカのモラルでは黒人は差別されるべきだし、1950年代、60年代のイギリス、アメリカのモラルでは同性愛というのは法律で取り締まるべきっていうふうに考えます。ところがそういうモラルっていうのは変わると。 それは何で変わるのかっていうと社会的な人気者ポピュリストっていうのが変えるのではなくてですね必ず表現者の方が変えるってくるわけですねまあ、つまり音楽であったりですねアートの分野であったりそ人たちがそれを変えてくるなので逆に言えば表現者っていうのはですねアーティストっていうのはですね社会のモラル規範っていうのをですね批判したり広げたりする側に役割を持つと というわけで、人気者と表現者というのはです二、ね、つで一つの役割を持っている。なので、表現者に対してポピュリズム的な批判をしてもしょうがない。つまり、ゲスの極みの、えー、お兄ちゃんにですね、不倫するなと言っても意味がない。ベッキーに不倫してもいいじゃないかと言っても意味がない。 本来あのカップルはですね、えー、かなり矛盾したカップルでありましてですねそこら辺が難しいところであるんですけどもなので表現者の人たちっていうのは自分たちの生き方をロックだというふうに言ったりなんか人間のクズみたいな生き方だというふうに言うんですけどそれは表現者というもの自体がですね社会の規範を広げる側にいるからですねそれに対して人気者それを政治家っていうのも含めちゃっていいんでしょうけども。 なんせそれは大衆の投票によって決定されるもんですから大衆と言いました市民って言いませんでしたからね、えー、大衆の投票によって決められるもんですからそれは社会の規範を守る側にいなければいけないアイイドルっていいいうのは僕は僕クリエイターでないと思ますだからアイドルっていうのは恋愛しちゃいけないという願いして僕は「そうだよそうだよ」だよっていつもようのそこですね、えー「アイドルに人権はないのか」ってないに決まってるよだってアイドルというのはポピュリズム人気を支えられている職業なんだから。 社会の規範は守んなきゃいけないに決まってんじゃんって考え方ですね。大半の萌えアニメもですね、僕はクリエイティブでないというふうに考えてます <laughs>、えー。主人公の男の子がなんかモラル的に振る舞ったら周りの女の子がですね、好き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 ,好きって言うんだけども、意思薄弱で何かどの子が好きか決められなくて一線を越えられないという、あのモラリスティックなですね、動きはですね、ああ、ポピュリズムであるな、クリエイティブでないなというふうに考えるんですね。 56年ぐらいままで駅のです、ね、南口とかですねあとヨドバシ前にです、ね、屋台のおでん屋さんあったんですけどももうなくなっちゃいましたね。外で飲む人がいいななくなったというか。 コロナの前からですね、屋台のおでん屋さんっていうの、みんな行かなくなってきたんですよね。屋台からですね、立ち飲みっていうふうに社会変化が行われた。もともと、あの、安く飲めるところということで、屋台というのがあったんですけども、それがですね、立ち飲みみたいなところに場所が移動してきた。この10年ぐらいそうですよね。吉祥寺は、その他に、あの、屋台のラーメン屋さんとか、おでん屋さんもですね。それなりにあったんですけどもですね。この10年ぐらいでゼロになったんですよ。で、皆さんの街でもそうだと思います。まだあるところもあるんですよ。だから、全部なくなった。 とは言いません。まだあるところもあるんですでも神社のみんな初詣行った時に見たと思うんですけども読みの数がどどどどんどんんどん減ってきてきますよね。僕が小学校中学校の時に家の近所のですね大阪の若松神社っていうとこもそうですしあとたまに住吉大社っていうすごいでかい神社行くともう本当に 無限にどこまでも続く屋台があったんですけど、もうなくなってしまってんですね。どんどん少なくなっているんですね。屋台ってね。そのサザエさんの中では未だ出てくるわけなんですよ。で、そういうですね。普通にあったものが日本からほとんどまあ、特殊な場所、観光地とかを除いて消えつつあると、それは何でかって言うと。 清潔さですね。清潔さというものが必須要素でありですね。その生活の中のまず大前提として僕らの中に入ってきているからだと思います。それはね、僕ら受け取り側ですか食べる側の変化でもあるんですよ。汚くて美味しい店ってですね、もうみんな期待してないじゃないですか。そういうな店を探すっていうのって中年男性以上の楽しみになって。 出てですね。で、それももうほとんどなくなっていると。おいしい店は当たり前だけど、きれいにするんですよね。味と見た目をですね、みんなイコールで考えるようになってくると。だから食べるものの写真を撮るようになっちゃったんですよね。何よりも美味しい店っていうのはみんな行ったら写真を撮ってその写真をアップするので、お店の側も分かってきて、写真撮られるような前提の盛り付けであったり色味であったりするようになってきてるんですね。で、そうじゃない店っていうのはどん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 淘汰されてきてると。 コンビニのおにぎりって昔もっと批判されてたんですよ20年ぐらい前から出てきたんですけどなんで,でかっていうと手で握ったおにぎりの方が心がこもってるしおいしいというふうに言ってみんな食べたんですけどもですねこの20年ぐらいで意識変わっちゃったんですよね。お笑いタレントの弘さんが、 誰が握ったかおにぎりなんか食べたくないし、それよりは工場で作られているおにぎりの方が安心して食べられるっていうふうに言ってて、それ言ってたのが六年七年ぐらい前かな、最初それを聞いていたマツコデラックスとか笑ってたんですけども、もうそれが常識になっちゃってるんですよね。極端な話すると十年ぐらい前だったらそれは極論として聞かれたのが今だったらニュートラルな意見に聞こえちゃうわけですね。誰が握ったのかわかんないおにぎりより。 工場で安全に作ってくれるおにぎりの方が安心して美味しい気がすると、職人が握った寿司は僕ら大丈夫な気がしているんですけどもさてそれもどうなるのかちょっとわかんないと。あと10年は大丈夫でしょうけどちょっと10年後は僕はわかんないと正直思ってますね日本人はどんどんこのように清潔に慣れてですねより清潔を求めるようになってくると男性がヘアセットするのは当たり前になっているというか高校生ぐらいから男子は朝 髪の毛を整えるのがもう当たり前です。こんなこと言わなくても当たり前かわかんないんですけども、今の50代、60代のおじさん世代は誰もそんなことやってなかったと思うんですね。それが当たり前になってきてるし、女子が脱毛するのも当たり前になってきてる。いや、それは当たり前じゃないぞっていう人はまだいます。そこはだから地域とか、あとその人が所属している文化圏とかいろんなもので違うんで、今日の話難しいのは、 一般的な話をしようとしてるんですけどその人が所属しているクラスターによっても違う例えば女子の脱毛が当たり前になってきてるというのは僕は、えー、比較的都市部のの男にある程度モテという女子っていうのはそういう言葉だと思ってるからなのでそういう人の間ではほぼほぼ脱毛っていうのが当たり前か やんなきゃいけないんだけど、やってないんですよ。みんなやってるみたいですけど、ちょっと私は抵抗があってぐらいの意識になっているという風うな意味で使ってます。3週間ぐらい前に僕ワイドナショーというですね。日曜日の松本ディスやってる？ワイドショーみたいなのがあるじゃないですか。あれ、見ててですね。ちょっと面白かったのが。 やっぱり芸能人の不倫問題とかですね。芸能人はどこまでホワイトでなければいけないのかみたいな話題が出たときに、松本一郎氏としてワイドショーが始まった時から、ずっと。俺はいつか不倫する、不倫する、不倫するっていうふうにずっと言ってたんですね。これでもまだ控えてるんですよ。 ワイドナショーが始まる前の松本人志は結婚する前の松本人志はもういろんな女とやってるっていうのをずっと言ってたしあと結婚してからもさすがにねその不倫してるとは言わないんですけどいそれがだん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 トーンが下がってきてああこれ 今のテレビで言ったらダメなんだなと。とまあ、あの人ね。本当に芸能界の最先端で生きているからすごい敏感なんですね。で、これはスルスル詐欺みたいなもんで、いつか不倫する。不倫したらもう報道されるのわかってる。その時俺は開き直ってるっていう。風うに言ってるんだけども、極力そういう風な隙を見せないようにしてるんですね。でも、未だにやっぱお笑い芸人としての自覚があるし、そういうことを30年ぐらいずっと言い続けた人だから、今更やっぱり引き込めないんですよね。 なので、相変わらずいつも自分は不倫する気持ちでいるとかですねいつ不倫してもおかしくないみたいなことを言った後にですね「ワイドナショー」って「ワイドナ女子高生」っていうのが出てきてですね「ワイドナティーン」かな「ワイドナティーン」ってのが出てきて大体まあ女の子なんですけどたまに男の子もいるんですけどまあ、高校生ぐらいの子が出てきてでその子らに一言感想を求めるコーナーがあるんですけどそこでですね松本人志がですねその回のゲストの女子高生に「俺が不倫してたらどう思う?」っていうふうに聞いたんですよね。 その女子高生から一言「ええー、卑醜い」という風に言われてです、ね。松本潤子その時に真剣にショックを受けてた顔が、まあ、すごい僕は面白かったんですね。どういうことかっていうと、芸人が不倫することぐらいは当たり前。でもこれはもう最近許されなくなってるアンジャッシュの渡部はテレビに出れなくなってるダメだ。そこら辺までは松本潤子は分かってたんですよ。つまり社会的にまずいというのは分かっていると。しかし俺は もう、大芸人の松本ひとしそれも昭和の芸人やぞと。でさてこの女の子に聞いてみよう俺が不倫してるぐらい当たり前と思うやろぐらいの返事で期待してたらただ一言、で返されてしまってということとなんですね。いうのはどういうことか言ってるのかっていうとですねこの現代においてですね一番言われてはいけないことは不潔感があるってことなんですけどそれを返されて「 多分ね、そこから以後松本人志君の不倫問題に関してほとんど発言しなくなったんですよ。ルキズムって言うんですけどもここ最近あの女性芸人に対してブスいじりっていうのが全然できなくなってるじゃないですか。 もうそれ言っっちゃダメになててきてると。もう今それを言うのはダウンタウンの浜田だけだというふうに言われてるんですけどもお笑い芸人をです、ね、見た目で笑うっていうのはこれがですねそのテレビ番組から差別発言とかまあ、体罰ですねいわゆる罰ゲームみたいなもので痛いやつ的なものが排除されていくという流れになっているんですけども今言ったなんでお笑い芸人の見た目をいじるのがダメなのかっていうとルッキズム批判。 人を見た目で云々すること自体が、どん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 ダメですよねっていう前提になりつつあるんですよね。これね、さっき話したですね、見た目がいいものは正しいっていうのと表裏関係にあるんですよ。裏表の関係にあるんですね。パンケーキの写真撮るじゃないですか。1年ぐらい前、2年ぐらい前に流行ったパンケーキのように、モリモリの生クリームっていうのがありますよね。あんなもん、うまいはずないんですよ。 熱々のパンケーキの上に生クリームのせたらそれはもう溶けていってグニャグニャになっていってそれが美味しいかって言われたら美味しいはずないんですけどもところがあれって見見たた目目がががいいいいいいいでですすよね。っいいっててうううのは、美味しいっていうふうに繋るんですよみんなそれを見て美味しそうというふうに言うわけですよね。つまりその美味しいものではなくて美しいもの見た目がいいものは美味しいはずっていう連想につながってるんですよ。 第一原則で言った美しいものは正しいっていうのが美しいものは美味しいにもつながるし美味しいからには美しいはずだにつながると変な価値観の統治が今行われているんですよね。だから登場人物がどん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 ドラマでもですねアニメでも美形化していくのはやっぱ美しいいいいい人人ははののずだっていう価値観の投資が行われてる。昭和の時代に比べて現代のドラマっていうのは圧倒的に見た目がいい人が出てくるんですけども本当に。 見た目が良くない人は犯人か雑魚キャラのどっちかなんですよ。 で、どん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 この犯人側も見た目を良くしちゃってるもんだから全部見た目がいい俳優さんで揃えてくるからじゃあ見た目の悪い役者はどこで使うのかっていうともううキャラでで使うしかないんですね。そうすると主要の視聴者が注目すべき人物っていうのは全て見た目がいい人たちで統一されてきて俳優さんで統一されてきて見た目が悪い人っていうのはあんまり気,気にしなくていいセリフはあるんだけどその場を盛り上げるような俳優さんばかりになっていくこういうふうになっていくんですね。 なので、登場人物の美形化というのがアニメーションから始まって現在もドラマの方にまでずっと進行しているわけですよねこれもなんか面白くてですねなんでその松本人志の不倫っていうのがですね貴重いというふうに言われたのかっていうと不倫っていうのは汚くて「汚いい。ものののは正しくないホワワイト革命のキーワードの1つですね。汚いものは正しくない」なんですよ。 美しいものは正しいが、第一キーワードだったんです。第二キーワードはですね、汚いものは正しくないになってきてるんですね。一九七十年代に流行ったですね、俺たちの旅っていうですね、ドラマがあって、この時代、一九七十年代前半のですね。青春ドラマっていうのは、主人公不潔なんですよ、圧倒的に不潔なんですね。まず、同じパンツを三日ぐらい履くんですよ。 それが当たり前なんだってです、ね、でよくよく考えたら僕自身もあれ同じパンツを2日ぐらい履いてたぞって思うんですけど1970年代ぐらいって高校生男子で一番人生で新陳代謝が高い頃だから本当に毎日変えても足りないぐらいなんですけどもそれでもですね2日ぐらいが当たり前なんですね。今の本当に50代60代のお父さんたちはですね口が裂けても言わないようにしてるんですけどもその時代のドラマなんですよ。だから、 主人公もですねあの不潔なんですね風呂も入んないんですよ少年漫画のですね服もですねみんなボロボロなんですよ今の少年ジャンプの漫画に出てくるようなですねなぜかいつもキリッと綺麗にしてるなってことは全然ないわけですねそれが当たり前だったんですよおじさん世代おばさん世代っていうのは基本的にこの価値観だったんですね汚いものに本質があると世の中の小綺麗なものっていうのは嘘であって 顔が綺麗で発言が綺麗な人っていうのはどっかうそくさくて偽物であって本質は何かっていうと汚いところに本質があると思ってたからこそ汚い美味しい店をみんな探してたし。 あと、社会の流行るドラマもです、ね、なぜか昔のドラマを見たらやたらですねダサいおじさんとかですねそういう人たちが主人公のやつってあるじゃないですかあれなんでかっていうと昭和30年代40年代生まれまでの人たちっていうのはどうしてもですねそういう汚いもの綺麗なものには嘘があって汚いものに本音があるっていうふうに考えちゃうからなんですね。 ちょっと前に分かった事実でネットで荒らししてる人とかネット運用は実はおじさん世代が多いというニュースがあったんですけどもそういうニュースが流れる前みんなですねネットで荒らしし行為して,るっているうのは、若い人だと思ったんですよ。若くて教育があんまり行き届いてなくて元気なだけの若者が向こうような若者がですね日も手で友達もいなくてニートな若者が荒らし行為やったりネット運用になったりしてネットに悪口書いたり。 ひどい発言のリツイートしてるっていう風に思われてたんですけどもところが実際に調べてみたらですね。嵐行為をしてるって言うのは圧倒的に40代以上のですね。中年男性が多かったと、それもちゃんと仕事してる人が多かったんですね。意外な事実まで分かったんですけど、じゃあなんでかっていうのは誰も言ってなかったんですけど、シンプルなんですよ。 汚い言葉こそ本音だと思ってた。この40代50代以上の男性っていうのは自分が言っている「何々死ね」とか「このやつらはクズだ」とかそういうことを言うことが社会の本音であり、それを言うことが正しいという,ふうに思ったんですね。綺麗な建前みたいなものは排除すべきでそういうふうなものが世の中を悪くしている住みにくくしている。 世の中をガチガチチに固めてる。そうじゃなくて汚い本音みたいなものの方が世の中を生きやすくしてるというふうに思っている人が多かったのでなので40以上の吉本芸人はあんなに長渕剛を褒めるわけですね。でも最近の長渕剛いい加減清潔なんですけどもですね <laughs> ところがその40代50代のおじさんの中の頭の中の長渕剛っていうのはなかなか不潔なんですよ実際の長渕剛さんはかなり清潔なんですけどでも頭の中の長渕剛っていうのはまだ不潔で 汚くて、使っている言葉も荒々しくて、世の中の本音に近づいてるように考えちゃうわけですね。汚い言葉こそ、本当だ、本音だと考えちゃってるので、それがやっぱり2チャンネル文化でもあったんですね。しかし、今のドラマの主人公はですね、もうみんな綺麗で清潔なんですよ。もう俺たちの旅の時代じゃないんですね。本音はう 美しいになっちゃったんですよ。おじさん世代の汚いものこそが本音だって言うんじゃなくて、逆転して、本音は綺麗だっていう風になっちゃってるんですね。これがあの現代の価値観変化なんですけど、だからね、紅白歌合戦が盛り上がらないんですよ。年末の紅白歌合戦、僕、久しぶりに頭からお尻まで見て、時々寝たりして見たんですけど、まあ見事に盛り上がらない。と。なんでかっていうと、年配の人が好きな 紅白歌合戦の,のおじさん世代おばさん世代の好きな歌の歌詞っていうのは社会の底辺なり不倫の果てであったりしたところでの人の心を歌おうとするんですけどもところが若い世代に受ける曲というのは悩みとか本音まで全部美しいんですね。 励ましであったりですねその思いであったりがまっすぐであって届いいてくれみたいなやつですね。やたら美しくキラキラしているものと何かこうドロドロしてしっとりしているものとかですね同じ番組内でですね歌というカテゴリーでこう出ちゃってるからです、ね、全然盛り上がらないわけなんですけども本音が美しいはずだ、現代はなってるんですね。ホワイト革命のキーワード3つ目なんですけども不潔なものとか発言は 体とと、か気持ちにに入れないようにすると手洗いうがいマスクと同じく怒りっぽい人とか発言から自衛しないと危険だ自衛してないと怒りっぽい人とか不満を抱く人とか不満をいつも口にしているツイッターでつぶやいてる人をです、ね、自分に近づけちゃうと不要意に近づけちゃうとです、ね、電車の中でオイルを撒いたりです、ね、雑居ビルに火をつけたりするようなそういう人危ない人の予備軍であるというふうに思われているわけですね。 いつ殺されるかわからないのでですね、みんな距離を取るようになってきてるわけですね。ポジティブで明るい人こそ健康であって、ですね。ネガティブで不安の多い人はですね、不健康で不潔イコール危険だと考えられるですね。自分のことをネガティブだと思っている人多いと思うんですよ。で、これ聞いたら自分は生きていけない、その世界で生きていけないと思うかもわかんないんですけども、違うんです。よ。 今皆さんが思ってるあ俺ってネガティブだ私ってネガティブだいつも不平不満言ってるっていうのはもうかなりねちょっとそこら辺の話もですね限定の方でしてみようと思います。